はい、ってことでね、ローザー使っていきたいと思います。まあ、評価ぶち下げる形になるんです。申し訳ないですけど、好きな人申し訳ないですけど、評価ぶち下げる形。ドラえもんはね、こんな強いんですけどね、評価ぶち下げちゃいますね。もうちょっといたずらにこう、なんていうんですか、超バランス型もいきないところに来ちゃってるんですけど、まあ、ギミック対応はね、一応してるんで、まあ強ければ、本当に強ければね、ここでもね、能力出せるはずなんで、ね、まあ倒す、なかなか倒せたりしないでね、ちょっと、もどかしかったりするとは思うんですけど、まあ評価ぶち下がると。どこで使えばいいんだと。アリアでもね、なんか中途半端ですしね。まあ、そういうの見せていければなと思っております。ということで、ほら、倒せんね、やっぱ一体ね。当たり方が悪いだと当たり方が悪いだぞって。これ倒してほしいよね、せめて。せめて倒してほしい。おー、なるほど。そう来たか。そう来るとは思わなんだな。これね、ちょっと上に行ったぐらい配置しときたいな。真ん中ぐらいに。どこ行った?じゃ、しぶしぶ配置しに行くか。配置できんやろ、これ。こんだけずれたら。もう一回上に上がっていくんでね。まあまあの配置かな。下に行くけど。まあ、クロスウェーブでやんないとね、多分倒せないんじゃないですかね。この子ぐらいの能力じゃ。連れてきた。ギャスギャスいやー、今のは配置鬼ね。ローザが強いわけじゃなくて、配置が鬼。で、今回もこれもね、配置が、まあまあって感じ。殴りをね、弱点キラーあるんで、まあ、そこそこ。おー、なるほど。なるほどね。で、超絶貫通拡散弾と超強クロスウェーブね、友情は。で、見ての通りの。回復援護もあって、まあまあって感じ。カイトことはね、弱くないんでね。そんなに。カイトことはよ。ここで評価をぶち下げるけどね、どこで使ったらいいか分かんないんで評価をぶち下げるけど、なあね、そう来たか。そう来るならまあそうやね。つまりね、やっぱね、強いってことよね、要は。一言で言えば。おいおい、手のひら返すんじゃねえよってか。いやー、これはでも、今でこそね、そんなにいけるとこないけど、これ、対応したとこ来たら相当強いでしょ。回復 M もあるしね。殴りも弱点キラーがあるんで、しっかり殴れるし、殴れば強いし、って感じ。なんで、まあ弱いわけないっすよね。こんな感じで、殴ればね、この、属性が違っても、これに超バランス型ついてくるんで、弱いわけがないでしょ。普通に考えてよ。それをぶち下げようとすんなって話ですよね。いや、下げません、今回も。今回もって、今回は下げれませんでしたけど、どうでしょうね。まだ、まあ、ここからもうちょっと出てくればいいけどな。強いとこは。はいはいはい。ドラがね、結構強い。あ、ちょうどいいな。これ殴ってみるか。あの、弱点ない方が良かったから、露出もするんでね。適応化と弱点、なるほど。しかも結構動くね。これスピードダウンした状態でこれなんで。あんたらそんなとこ行ったらさ、ハマってるやん。どうしよう。で、ハマっとるね、あれ。完全に。弱点キラー活かしながらしっかり倒して、クリティカルも出していく。これ倒したくない。ハマりたくねえんだよな。出てって。ああ、いいとこに行ったんじゃない。超強クロスウェーブもね、難しいよね、友情として。こう、どう、こう。90度ぐらいに行くんだかな。こう行ったらいいんかな。だけど。こんな感じで当てた。まあ、使い方は難しいけど、すごい強い友情なんで。で、ローザもめちゃくちゃ強いんで、使ってみてください。じゃあ。